しよう。男の写真。もう10年前くらいになるかな。親友の A が突然、一人旅に行く、と言い出した。当時買ったばかりのデジカメを使ってみたかったんだろう。俺は気にも留めずに、気をつけてな、って言って送ってやった。しかし、3日くらいの旅の予定のはずが、4日経っても5日経っても帰ってこず、連絡もつかない。A の家族は、ついに警察に捜索願いを出した。1週間後、A は発見された。水死体となって、海岸に打ち上げられていた。背負ってたリュックの中の遺留品から、身元が判明したとのこと。数日後、A の葬儀の日、不意に警察に呼び止められた。すると何やら写真を提示され、この男を知らないか、と質問された。そこに写ってたのは、笑顔の A と見たこともない30代くらいの髭面の男。この写真、どうやら A のデジカメのメモリーから復元したものらしい。つまり、この写真は A が死ぬ直前に撮ったものということになる。他にも数枚、似たような写真があった。もしや、この男が A を殺したのか。男と全く面識がないことを警察に告げると。やはりそうですか、という反応。一体、この男は誰なんです?と質問すると、警察は教えてくれた。この男は、10年以上前に A の旅行先付近で行方不明になった男で、現在でも警察が捜索しているということを。この男が何者なのか、そもそも生きているのか、死んでいるのかすらわからない。ただ一つ確かなのは、A がこの男と会った直後に、謎の死を遂げたということだけ。ネオホラーラジオ。はい、ネオホラーラジオ、コウタです。マッタです。よろしくお願いします。お願いします。はい。まず最初に聞いていただいたのが男の写真という話です。うん、どうなんやろな、コウタ的に生きてるのか死んでるのか分からへんみたいな話になってたけどさ、これどっちやと思う？どっちが？その30代の男性。あー、だから心霊的な写真なのか。そうそうそう、実際にまだ見つかってないけど生きてるっていう感じ。男の、うん、あー、迎えに来たような存在なのか。そうそう、っていう同じ境遇の。そう、あ、これ読んだ時に思ったの、率直なあれは、うん、A が身元が判明したのが、うん、リュックの中身からやったやんか、うん、だから見た目じゃもう分からへんくなってたっていう風に捉えたんやんか、うんうん、そうなった時ほんまに A なんかなっていう。そうくる？その発想なかったな。あ、ちょっとミステリー小説の読みすぎかもしれないミステリー小説だとこういうパターンって結構多いというか、うんうんうん、やっぱり顔が分からへんとか、うん、姿形が分からへんくなってしまってるっていう死体は、うん、もう別人なんや。ミステリー小説界のあるある。どうする？その30代の男性がその水死体やったら。そうやねそっちやね俺は。あー、で A が、そう、存在を消してどっかに。そう、これもミステリー小説のあるあるやから。うーん、逆にあんまり読まへんか人からしたら、うん、新鮮味のある考察というか、うんうんうん、考え方なんかもしれんけど、結構ミステリー小説読む人やったらこれが普通、結構頭に出てきた人多いと思う。 うん、で次またこの A が30代の謎の男として別の人の写真に写ると思う。あー、オチとしては綺麗やな。オチとしては綺麗本のオチで考えるとめちゃめちゃ綺麗。ループしてる、うん、だからその
30代の人は、うん、もちろんそういう A をどうにかしてやろうって思う気持ちで近づいてきたのかもしれへんけど、うん、まさかのまさかで自分がそうなってしまうとは、うん、って感じはあるかもしれんな。そう、まあ、なんでその A とその30代の男性が入れ替わってたとしたら、うん、A は家に帰ってこへんのかっていうのがあるんだけど、うん、まあ、なんかそこは怖さの、やっぱり分かりきってることとか、うん、解明されていけばいくほど怖さってなくなるから、うんうんうん、まあ、そこを残したなぜをなく知ってるから、まあ、怖さを感じる話として成り立ってんのかなという、うんうんうん、なんか作り手側の意思読みすぎてなんか変な感じになってるけど、うん、そういう捉え方もできるなっていう感じかなと、うん、その30代の男性が悪に近いというか、はいはいはい、っていうのはすごく読んでいく文章の中でさ、うん、分かってくることやんか、うん、もう生きてても死んでてもさ、うん、10年間もう経ってんのにさ、まだ警察が探してるってことは何かしらその男性が起こしてて、うん、それをずっと捜査してるって可能性は高いやろうし、うん、死んでたとしても悪意を持って A に近づいてるやろうし、そういうふうな事件を起こしてるんだ、うん、生きてたとしても同様で何かしてやろうって思う気持ちもあるやろうし、うん、A が何があったのかっていうのが確かにな、怖さ、コウタが言った通りに、うん、一番怖さを、うん、そこをやっぱ好きに想像できるからこ そかき立てられるというかな、うん、何があったんやっていう怖さ、うん、そうで怪談って言って読んでるから、うん、まあ、怖い話とか、うんうん、そういう前提のもと読むから、うん、絶対に最悪を想像するっていう、そうやな、うん、うまい話というか、うん、かつすごい不気味よな、うん、どういう考えになったとしてもすごい不気味な話というか、そうやな、でもこう俺一人で聞いてたら、うん、そのミステリーを読んでるわけじゃないから、あんまり、うん、そちら側の意見は出えへんかったな絶対。ああ、はいはいはい、ちょっとおーってなったもん。あ、ほんま、うん、いやよかった、わざわざ写真を撮ってるっていうのがまず不気味だよな、うん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 、残してるからわざわざ、うん、でもし自分がなんか写真撮ろうよって言われた側、うん、A じゃない方の、うんうん、で A を例えば殺害してなんかどっか海に沈めたとかやったら、うん、回収すればいいのにってなっちゃうから、うんうんうん、わざわざ残してるっていう感じになっちゃうんよな。そやな、うん、そう思った時に不気味さが増す、うん、より A じゃないんじゃないかっていうのが濃くなってくるというかな。そうやね、もっと前の写真見たらそのおじさんはずっと写ってたかもしれない。ああ。橋に見切れてるみたいな、うんうんうん、それも面白いけど、俺も写真見返したらヒゲ面のおじさんがずっと写ってる可能性は怖すぎるやろもうちょっと早く気づかなあかんで、でも俺も写真ってもうキャンプ行った時ぐらいしか撮らへんねや、うんうんうん、だからどのキャンプ場にでもいるおじさんっていうただのキャンプ好きのヒゲ面のおじさんの可能性がある。そんな風に捉えれる毎回行ったとこにさ同じ人おってさ同じテント同じヒゲ面、ああ、またあのおじさんかいや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 、もうそんなやったらいっそのこと声かけるわ。ああ。怖い人ではないと。何作ってるかによるな。とりあえず作っとかなあかんねん。山のキャンプで、ああいう串に刺したやつ焼いてたら嫌やろ。いや、めちゃめちゃ怖いわ。いや、でも家で仕込んできたから。どういう気持ちだから山でさ、ああいう食べようって思う。家の近所に渓流が流れてて、釣ったやつをわざわざキャンプ場で焼いて。いや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 。ちょっと待って、あるわ、むちゃくちゃ怖い話思い出した。キャンプ場で一回だけ遭遇して、おうおうおお、結構怖いよ。いや、もうそれ自分で言うってすごいねいや、あの、今回初めて聞く人のために言うけど、うん、怖くはない怖い怖い、今のこの現象怖いわ何いや、もう、いや、いつも聞いてくれてる人からしたらな、はい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 みたいな、うん、感じやろとりあえず話そうか。じゃあとりあえず話すか、うん、いや、なんかな、その友達2人と、まあ、3人でキャンプをして、うん、で夜が明けて、うん、でそろそろ片付けようか言うて、もうテントとかも畳んで車に乗せて、あとはもう自分たちが乗ればこのキャンプ場から出れるぞってぐらいのタイミング、うん、ほんまの終わりの終わりや、ほんまの終わりの終わり、うん、そのタイミングでこうちょっと離れたとこ、言うたら10メーターちょい、うん、ぐらいなのかな、分からん、あんまり距離ちゃんと測ってるわけじゃないから、うんうん、まあ、適当に、うん、ぼんやり斜め前ぐらいのとこから、うわーって叫び声。おうおうおう、あの、女性主婦みたいな。なんか家族でキャンプしてる人が、うん、家族でキャンプしてる人が、斜め前にいて、うん、
うわーって言って、うん、俺もう通りまでだと思って、うん、そんぐらいのキャンプ場で、そう、そんぐらいの緊迫感、うんうんうん、ガチガチの先にガチのやつ、うん、本気のやつ、うん、うわーって言われて、うん、俺ら車に荷物詰め込んでるから、うん、その背を向けてて、うん、そっち側に、うん、うわーって聞こえて、もう身の危険を感じるレベルの叫び声やから、うんうん、何って思ってパッて見たら、ちっこめの竜巻。怖っ。え、どれ、人ぐらい？いや、でも、ちっこめって言っても、その、4メーターぐらいあるんで。いや、でかっ。高さは、ね。うんうん。でも、なんていうの、上の終わりって分からへん、竜巻の。うん。なんとなくで言って、喋ってるから、うんうん、大体の、ぼんやりしてる。濃い部分が4メーターってこと。そうそうそう。うんうん、で、もう、そのファミリーキャンパーたちの、うんうん、その、紙皿とかを、うん、ふわーって巻き上げて、で、主婦の人が、うん、やめてーって。笑った、高木の。いやーやめてーつって。で、俺、通り魔が出たっていうのはあながち間違いじゃないんだ。無差別やな。そう、無差別。そう。俺ら片付けてたからよかったけど、うん、俺めっちゃ怖かったよ。で、自然には勝てへんなと思った。ほんまに。え、うん、テント飛ばされるとかそこまでではない？いや、もうあのな、タープの、あれがこうなんかちょっとなんていうの傾くみたいな、あのな、タープって一言で言っても、うん、こうなんかスポーツやってる時のベンチのとことかに立てられるような四角いやつと、うんうんうん、キャンプする人やったらあの布のやつ、うんうんうん、これちょっとキャンプせえへん人には伝わりづらいかもしれないけど、なんていうかな、テローンっていう布をいい感じにポールで立てるっていうのじゃなく、うんうんうん、なんかそのスポーツとかで使うようなその4つの足がただただ置いてあるだけみたいなタイプのタープやって、うんうんうん、それが結構パタンって言ってたけどな。で、その、飛んでいくとかないから危なくはなかったけど。うん、でも倒れるぐらいの力はあるって、まあ、そう。固定できひん。うん、もう固定できると思うけど、してなくて、うんうんうん。で、なんかちっこい椅子がちょっと浮くぐらい。でも、主婦が。阿鼻叫喚。今から食べようと思って出した皿全部。そう。うわーっつって、もう全員見てたもんな。むっちゃ怖かったけどな、でも。竜巻って怖い。そんなん怒ると思わへんもんな。うん。その場で。あれめっちゃ怖かったな。いやほんまに。ちょ、これ、例じゃなさすぎてあれやねんけど。いや、でも怖い。やっぱ身の安全が確保されてこその、うん。娯楽や。うん。竜巻だからめっちゃ怖かった。でも緊迫感すごかったもん。その時の、キャンプ場の。俺らは車の中に逃げた。うん。すぐ。正解。一回入ろうっつって。うん。で、もう周辺の人らは結構押さえてたからな。うん。でも不意やったから、昨日の晩から、その朝にかけて風がまず強く吹いてるとかがなかったから、うん、急に整ったんやろな、あ、条件が、うん、あ、そんな感じやろな、ほんまにすごいな、いきなり現れる、うん、でもほんま大人になって大人が本気で叫んでるとかってむちゃくちゃ怖い、怖いな、うん、いやマジで通り前と思ったもん。いやほんまに自然の通り前だわけ、それこそなんかもう最悪なこと言うと、こう言ったら子供がさ、うんうんうん、そのキャンプのなんかこけてなんかそこになんか危ないもんがあったとかさ、うんうんうん、なんかナイフとかが置いてあるやん、キャンプやから、うんうんうん、そういうの手に持っててなんかふざけてたとか、うん、最初ほんまそんぐらいの緊迫感やったら竜巻、ちょっとあかんやん。ちょっと竜巻笑かしに来たやん。いや絶対笑わんほうがいいで。その気持ち考えてあげや、そらな、うん、せっかく持ってきた紙皿とか全部下に落ちるわけやし、そう、勘弁してくれよとはなるけど、うん、いやもし俺らのとこに拭いたとしても俺たち別に紙皿とかは使ってなかったから大丈夫やったなと思ったけど、うん、紙皿とか使ってたからめっちゃ悪い。紙コップとか使ってたから。使うやん、普通は。別に使ってもいいやん。それ使ってもいい、うん、ただ竜巻がさ、竜巻が出たもんやからさ。いや、竜巻には勝てへんのよな、もう。まあそやな、うん、実際にな、そやで、大絶叫やもんな、うん、通り魔の方が良かったんかもしれん。良くないやろ。無理やりすぎるわ。刺されるだけで済んでんから。でも竜巻は紙皿とか全部持ってっか。なんで紙皿ダイナになってんのとこ。重き置くとこ違うやん。竜巻がもう怖くてっていう、竜巻怖い話になっちゃった。あんま良くない、良くないとこ出てるよ。いや俺が出したんちゃうねん。まあでも竜巻も
写真に写る30代のヒゲ面の男も怖いなと思いました。うっすまとめ方うっす今回はちょっとそのミステリー好きが功を奏して、うん、いい感じのあれを言えたっていうのが、うんうん、ちょっとそっから出た竜巻話みたいなとかあるんでそっから出た、うん、でほんまに気をつけようがない話そうやな、うん、確かにだからそういうやばい人って自然災害と一緒よなっていう感じで、うんうんうん、普通に生きてたらな、うんうん、これ以上はちょっと変になっちゃうんで、はい、次の話に行きたいと思います。はい、理系の友人。何年か前、友人二人と夜中ドライブした時の話。怖いというか、びっくりした。友人の一人、A はガチガチの理系で、物を見るということは、つまりそこに光を反射する何らかの物体が存在するわけで、人の目の構造上、特定の人にだけ見える光を反射するというものは存在しないから、霊能力者にしか見えないなら、幽霊はいない。いるとするなら、万人に見えるか、万人に見えないはずだ、という持論を持っていて、それを俺ともう一人の友人 B が感心しながら聞いてたんだ。その話のさなか、心霊スポットと言われる廃墟に通りかかり、A の理論なら、目に見えない限り心霊写真なんか撮れないだろうということで中で写真を撮ってみることに。廃墟というのが廃業した病院らしくていかにもやばい空気だったんだが、さっきの話で勇気100倍な俺たちは病室で B 所有のポラロイドカメラで写真を撮ったんだ。ただ幽霊なんか撮れないと言っていても怖いものは怖い。万が一心霊写真が撮れた時、映っていたくなかった俺がカメラマンで、被写体は A と B。これで撮れたら A の面目丸つぶれだな、と笑いつつ、その後の操作がわからないから B にカメラを返したんだ。そして、現像が終わった写真を見て固まる B。覗き込んで下限な顔をする A。俺も、写真を見て思わずのけぞった。二人の周りに無数のオーブと、二人の間に一組の目のようなもの、全体にかかる白いもや。目はよく見ると老人に見える。背筋が冷えた俺たちは一番近くの神社に駆け込んで事情を話して一晩泊めてもらった。翌日、お祓いをしていただいたし、お守りもいただいた。認知症などで前後不覚になって死んだ人は、自分が死んだことに気づかず、生きている人間とコミュニケーションを取りたがるらしい。目はあの病院で亡くなった老人で、打ち捨てられて久しいあの場所に、俺たちが潜り込んだから現れたのだそうだ。白いもやに関しては、失念してしまった。写真は、丁寧に供養してくださると、おっしゃられたので、カメラごと預けて帰ってきた。その後は特に変化もなく、いわゆる霊障もない。ただ、A の持論が、幽霊は万人に見えるか見えないかの0か1しかない。しかし、カメラ等の機械は、捉えられる光の波長の範囲が人間と違うから、テレビのリモコンの赤外線がデジカメに映り込むように、もしかしたら、人間に見えないものも写真には映り込むのかもしれない、というものに変化しただけだった。今回のことで幽霊を完全に否定するわけではないが、いるならば、いつか必ず構成物質を突き止めてやると息巻いている。ネオホラーラジオ。はい、聞いていただいたのが理系の友人という話です。はい、すごいな、友人折れへんな心。まあでも写真ってやっぱ一個逆にフィルター噛んでるから怖くないっていう感じもあんのかなっていう、うん、その場で
見えたじゃなく、うん、やっぱり写真にだけ写って本人たちは見えひんかったから、うん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 、この理論間違えてなかった書の方でまだいけるというか、うん、俺がそう理論となってももうちょっと動揺しそうなもんやけどな、すごいな、だから確かにブレへん心というか、うん、最近の話なんかな、これちょっと分からへんけどさ、書いてないから、うん、ここまで露骨に写ってたらさ、うん、省かれるやん多分、はい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 、で実はみたいな感じ、あで、まあ、こういう風なんかあって一応省かせてもらいました、うん、みたいな。ポラロイドってあれチェキみたいなやつじゃない？あ、そっか、そういう感じか。俺そっちやと思ってた。あのメイド喫茶とかでよく見る。うんうんうん。うん、あ、そういうので撮ったんか。メイド喫茶でしか見たことないけど。せやな、はい、うん。ポラロイドってそうやんな、確か。うん、ポラロイド、そう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 。うん、そこ俺ちょっと聞き逃してた。現像出すとかじゃないもんな。もうビーって出てくるもんな、うん。そう。でもそれにはっきり映ってるっていうのもなんか気色悪い話だな。うんうんうん。あれって結構アラーメやんか。うん。それにはっきり映ってるってことは。あんまり悪い例ではなかったから、うん、住んでたもののって感じやな。うん。コミュニケーションを図ろうとしてるっていうのが、納得できるとこが結構この話は多いというか。うんうんうん。うん、写真も友人 A が言うように、うん、確かにその、一人に見えるなんてありえへんっていう考え。うん。やっぱり見えへん側からすると、そっちに偏ってしまうような考えなんかもしれへんし。うんうんうん、うん。うん、見える人からするといやいやいやこんな見えてんのにってなるような話だから、うんうん、実際は見える人の方が少ないやろし、うんうん、否定されることの方が少ないから打ち破られることのない理論を打ち立ててるみたいな感じがする な。これがどっちの話であれ作り話だったとしてもすごい練ってあるよな、練ってあるな、うん、筋を通そうとしてるというか、うん、ほーってなるような、うん、個人的にはこれ結構ちょこちょこ言ってるからあれやけど、うん、やっぱ例を本気で信じてますかって言われると、うん、どうしてもこうほんまにピュアな心 100% で信じてますとは言えへんけど、うん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 、じゃあいないってことねって言われると、うん、なんかそれはそれで嫌というか、うん、こう信じたいっていう気持ちが絶対あるっていう話をすごいどっかの回でしてたけど、やからこそ体験したいねもんな、そう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 。だからこう怖くない体験談募集してみたりとか、うんうん、そういうのもあるから、だから個人的にはちょっとこの友人の説は寂しくて、うん、だからどっちかっていうとずっとそこにおるけど人間には見えてないとかの方がロマンがあるって言ったら変やけど、わかるね、全く同じ、俺ロマンずっとロマンがないよなって思ってたから、うんうん、みんながみんな同じ作りじゃない可能性もあるわけやからな、うん、その同じ目をしてるけど、うん、そういう風な少数派の人だけがな、うん、見えるような形であるっていう考えにも至ってもいいんじゃないのかなとは少し思うよな、うん、理系の人とがっつり絡んだことある？俺なそんな強くないな。あ、強くない？この人理系やわって感じたことはない。あ、俺もその大学卒業するまでは全然なくて、うん、仕事で今のその IT 系の方に就いたから、うんうんうん、逆に周りが理系だらけになるという、うん、それこそ後輩とかに何学部やったんとか聞いてさ、うん、なんたらロボットなんたらみたいなすごいなみたいな感じので、自分が文系やったから文系から入ったから、うんうん、だからなんかカルチャーショックとまでは言わへんねんけど、うん、なんか理系の人すごいなっていうのは結構あって、あああんねややっぱり、うん、それこそ入社式の時に、うん、東京で会社のその入社式があって、うんうん、でそこ行って、うん、前の会社やけど、うん、でその入社式終わった後に懇親会みたいなのがあると、うん、で店に行ったんやけど居酒屋みたいな、うん、のでかい大広間みたいな、うんうん、でその店があの靴箱に靴入れるタイプの店で、うん、それがなんかロッカーみたいになってて、うん、あの鍵を取る、はいはい、なんか木の札みたいな、うん、あるやんか。で、あれが数字で書いてあって、うん、で、それを取って行くタイプの店やってんけど、俺がロッカーの前でどこ空いてるやろうと思って探してたら、うん、後ろにその東京の理系集団がおって、そいつらが話してる内容が、うん、やっぱりこういうロッカーとかの番号を見ちゃうと素数探しちゃうよねって言ってて、いや人生で俺素数探したことないなと思って、すごくない？いや、全くない。もう、全くないよな。すごいな。素数探すんやと思って。空いてるとこちゃうんや。そうやね。どこでもいいとこちゃうん。それこそなんか、俺やったら部活やってたところの背番号とかさ。うんうんうん。なんか空いてたらなんとなくそこにするとかあるけど、うん、素数で行くんやと思って。俺も3とか7とかしかパッと出てこへん。納得してたん？あるなるみたいな。あ、そうそう、あるあるや。マジかよ。あるあるやった。わかるやったわ。
飲み会では一言も喋らなかったな。それありきなの。そうすの話聞いちゃったから。そう。萎縮した。萎縮しちゃった。萎縮しちゃった。人とあんま喋らんしな、そういう時俺。うん、そういう時だけ人と喋られるのって。いや、基本的になんか、知らん人だらけのとこ行ったら全く喋らへん。ごめんな、言わして。全く喋らへんからな。そう。海外行ったことあるって言われて。うん。あったからさ。うん。ありますって確か答えてんけど。うん。偉いやん。うん。で、どこ行ったんって言われて。うん。俺確か、いやーで乗り切った気がする。無理あるわ。いや、言ってない気すんねんな。なんかめっちゃ聞かれて。うん。なんか逆に今更言えへんみたいな空気になっちゃって。そんな空気あるんや。うん。交わしたことないやろ、一回も。ない。あれ、絶対返ってくる質問一回でも交わしてしまったら、いや、この質問ぐらい別に答えてやっていう空気と、なんか大した答え持ってへんから、もう今更答えれへんなの、せめぎ合い始まるから。ああ、そんな深い考えに至るんや。なるなるなる。これ多分、いやーで交わしたことある人は全員共感。そう。でもやっぱ一番の転機は、入社して一週間後に俺が支給されたノートパソコン壊したとこやね。何したん？なんかな、簡単に言ったら、コーヒーこぼしてんけど。もう、あれ、それが全てやろ？だからなんか、いや、お湯を自由に使えるんや。うん。で、春先やからまあ、寒いやん。うん。で、車内でこう、あったかいコーヒーを飲もうと。うん。って思った時に、その、市販のやつをあったかい状態で置いとくなんて無理やから、うん。粉タイプになるのよな、うんうんうん。粉のやつをなんか紙コップに入れて、うんうんうん、で、お湯を出して飲もうと思っててんけど、うん、その、当時母親が父親の会社で、なんかフィリピン人みたいな人から、なんか関わりがあって、うん、で、お土産でなんかフィリピンのなんか謎のコーヒーをもらったから、うん、よかったらそれ持っていけば、みたいになったんや。うん、なんか嫌やなと思ったで。ちょっとな。なんか味わからへんから、うんうんうん。出先でまずいって結構嫌やん。うん、まあでも、そんなうまいまずいあんまないから、まあ一回持っていくかと思って持ってって、そのフィリピンの人からもらったコーヒーを注いで、うん、で、パソコンの右に置いてたら倒れて壊れた。だから、フィリピン。違うね。俺が今から言おうとしたの遮るんやめて。フィリピン人から、コーヒーをもらったとこから始まるバタフライエフェクトやね。わかる？フィリピン人関係ないって絶対。え、だからその日、フィリピン人のコーヒーあるよって言われへんかったら、俺は絶対コンビニでなんかペットボトルの、ボトル缶とかの買ってたん、絶対。ボトル缶を買ってたと思うね。蓋閉まるやん。うん。それが、紙コップになったことによって、コーンって当たって、倒れて、うん、で、知らんやろ。あれ多分壊したことないと思うんだけど、みんな、うん。ほんまにノートパソコンに、まあいろんなパターンあると思うんだけど、うんうん、俺の場合はな、うん、俺の場合は、その、パーンってこぼして、うん、ビッシャーなるやん、うん、で。そしたら、一回やっぱ頭真っ白になるわけ。うんうん、やばいやばいやばいっつって。うんうん、でも、なんもせへん。どうにもならへん。ちょっと待つ、みたいな。なんか、一回、待ってみよう、みたいな。一回待ってみようとなる。ああ、みたいな。うん、全部、なんか息潜めて、忍者。うん、何もしてません、みたいな。うん、幸い、こう、紙コップやから音も鳴らんわけ。うん、でも忍者状態。無。焦ってティッシュ取るとかいう行為すらせえへん。無。もう何も起きてない、うん。何もないって状態で、じっとしてるわけ、うん。そしたらさ、このプログラミングとかの、プログラム書くような、まあ、エディターみたいなのがあんねんけど、うん、それが、急に、ダーって会議始まって、うん、勝手に会議をブー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 ってされていく。うん、怖いって。ああ、もう俺終わったって。で、隣にいる同期に、うん、言ったら一部始終見てるから。ああ、ああ、うん。やったわって言って、うん、俺どうなんのかなって言って。俺、一番最初のボーナスないとかそんなんかなとか言ったんや。冗談で、うんうんうん。そしたら同期が、首ちゃうって言われて。同期容赦ないやん。同期容赦ない。で、まあ、冗談やって分かってるけど、うんうんうん、その時は、こいつと思って。うんうんうん。まあ、その時はこう、マジか、みたいな。うん。怒られたりせんか。気をつけや、みたいな。ちょい強めの、語気強めみたいな、うん。うん。すごいやつ入ってきたって感じやろ、多分。まあ当然それ以来、パソコンも壊すことなく、ちゃんと働いて、ちゃんとやめたよ。最近の言うやん。なんか、
変な読み方するみたいな、うん、俺ちゃうからな、ちゃんと、うんうん、ちゃんとちゃんと働いてたしな、ちゃんとそれはよう聞いてたから、ね、そうそうそう、死ぬほど働かされてたから、うん、その恨みかってぐらい働かさせられてたから取り返したやろさすがに、うん、パソコン代は絶対取り返した、うん、いやー大変やった。1週間でそれは来るな。1週間やばいやろ。よう言わんかったな周りの人とかに。なんで言わんかったかか、新天地でうまくいってないと思われへんように気使ってたんじゃ。いやそんなタイプやった。みんなに、うん、俺向こうでうまくやってるよってみんなそんな心配せんでみんなって俺うまくやってるよ。そんな遠く行ってへんやん。理系に囲まれてもさっつってフィリピンのコーヒー注ごうがさうまくやってるよってそう思ってほしかったんちゃうかな。ああなるほどな。心配させたくなかったね。こちらに気を使ってくれた。そうそうそう。だから本当に悪いのは甘やかしてた友達なんかなと。フィリピンとな、そのお土産くれたフィリピン人と俺を甘やかした友達、俺をこんな優しい気の使える人間にしてくれた友達たち、みんなが悪い。歪んでるやん。その歪みも誰から発生したものなんかなと。はい。やっぱりフィリピン人からコーヒーもらったことが全ての元凶。マジでフィリピン人やられんで。フィリピンじゃなかったかも。いやいや、無理やる。マレーシアやったかも。いや、だからそうなってくるとマレーシアにってなって、うん、じゃなかったかもやん。いや、わからんな、ちょっと。まあでもな、俺が悪いよ。まあまあまあ、まあいろいろ話したけど、やっぱり、うん。まあでも面白い角度から考えるなっていうのは思うというか、うん。やっぱり自分の中でこうだっていうのがあって、それに対して結果がどうだったっていうので、やっぱり考えていくっていうのは、うん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 、結構自分も昔からなんか入社して周りがそうやったから、結構そっちが強くなっていったんかわからんけど、うん、今は結構そっちの方が好きで、うんうんうん、何かこう自分の中でこうだっていうのがあって、もちろんそれはなんか壊れてもいい、うんうん、自分の中の説というか、うん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 、持論、うん、でそれを試した結果どうだったかでどんどんこう精度上げていくみたいな、うんうんうん、そっちの方が自分は好きで、いろいろそれでなんかいろいろ試してみたくなるタイプなんで、うんうんうん、よかったらなんかそういう風な考え方も取り入れてみるっていうのはいいのではと、うん、やっぱ母数としては文系の方が多いんかな。そうなんちゃう。なんかそんな気はするよな、うん、結構やっぱ普通科の高校ってなったら、うん、何もせんかったら自分から選ばんかったら文系みたいな感じか、うん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 、っていう感じなんで、やっぱりそっちの視点を持ってる人も面白いなっていうのが個人的にはあるから、うん、よかったら皆さんもそういう感じで今後生きてみるというのはいいんじゃないでしょうかという感じでございます、うん、というわけで今回は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。